こんにちは、ウィルツァーです。今回はですね、ディズニーランドにお安く行こうということで、熊本からですね、ジェットスターの熊本成田便を使った、ディズニーランドワンデーパスポート付きのプランをお話したいと思います。まず、ワンデーパスポートついてます。だいたいこれ2泊3日のプランなんで、中日に行かれることが多いと思います。2日目にご利用されるんじゃないかと思います。ディズニーシーかディズニーランドのワンデーパスポート、それから熊本成田の往復チケット、それから、このアパホテル、東京潮見駅前というのがありまして、ここがですね、TDR にも電車で7分、お台場とかの観光地12分、東京駅へもですね、駅が3つで着くというですね、非常に便利な場所にあるんですね。で、成田空港にジェットスターが着きましたら、東京駅行きの、バスが、1000円のバスが、事前予約すると900円なんですけど、出てますので、東京駅までバス行って、そのままホテルに、向かって荷物を置いて行動ができるというですね、非常に立地がいいということでおすすめをしております。価格も非常に安いんで、ぜひご利用ください。詳しい内容は画面下の、コメント欄のところに URL をくっつけておりますので、見てみてください。よろしくお願いします。